皆さんこんにちは、こんばんは。プレイヤースキルちょっと低めの進行のコウです。今回は最近配信の方で新規さんや FF14 やってみたいなっていう方がいらっしゃるようになってきたので、ファイナルファンタジー14フリートライアル版のプレイステーションでの導入方法を説明していきたいと思います。うちの家族も始めるときに少々面倒なところがあったので、これからやってみようっていう方はこの動画を参考にしてみてください。ご説明の前にお願いです。これからファイナルファンタジー14フリートライアル版の導入の仕方を説明していきますが、実際の導入の際にはご自身の責任のもと導入していただきますようよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。まずはじめに PlayStation 5または PlayStation 4でフリートライアルを始めるために必要なものです。 1. PlayStation 5または PlayStation 4どちらかあれば大丈夫です。2. お持ちの PlayStation 5または PlayStation 4がインターネットにつながれていて PlayStation ネットワークのアカウントを持っていること。 3. メールアドレス、 Square Enix のアカウントを作るときに必要です。それでは具体的にファイナルファンタジー14フリートライアル版のダウンロード方法を説明していきましょう。今回は PlayStation 5でやりますが、やり方は PlayStation 4とほとんど同じだと思うので PlayStation 4の方も参考にされてみてください。まず PlayStation 5、PlayStation 4を起動してログインしたら PlayStation ストアを開きます。 PlayStation ストアの検索でファイナルファンタジー14と入れるといいと思いますが、今回はファイナルだけで最も関連が高い結果に出てきました。最も関連が高い結果の中で出てきているファイナルファンタジー14フリートライアルを選んで決定ボタンを押しましょう。そうするとタイトルが出てくるので、タイトルの上にフリートライアルと出ていることを確認して、無料のボタンが選択されていることを確認して決定ボタンを押しましょう。次に出てくる購入ボタンを押せば購入完了です。フリートライアル版なので費用はかかりません。購入が完了したらプレイが選択されているので決定ボタンを押してスタートです。一番初めに出てくるのはファイナルファンタジー14ソフトウェア使用許諾契約です。しっかり読んでご理解ご納得いただけたら、本契約の条件に同意しますの前にあるチェックボックスにチェックを入れて次へを押しましょう。ここから PlayStation 5、PlayStation 4上で Square Enix のアカウント作成と PlayStation ネットワークとのリンク、ファイナルファンタジー14のプレイ権の登録を行っていきます。次へを選んで決定ボタンを押してください。ここではスクエアエニックスアカウントを持っている方、持っていない方の2つの選択肢が出ますが、今回はスクエアエニックスアカウントを持ちてない方の方でやっていきたいと思います。スクエアエニックスアカウントの基本情報の入力画面が出てきます。自分の国や地域を選んで言語などを設定していきます。下のスクエアエニックスアカウント規約を読んでご理解ご納得いただけたら次へのボタンを押しましょう。この時次へのボタンがなかなか見つからないということが起きるかもしれません。その時はコントローラーの R3、右側のスティックを下方向に操作してみましょう。すぐ下の方に出てきます。次に Square Enix アカウント基本情報を設定していきます。Square Enix ID と Square Enix のパスワードを入力欄に入れて設定していきましょう。ID とパスワードはご自身で決められます。また登録した ID とパスワードは大切に保管することをお勧めします。下段の方には最初に用意していただいたメールアドレスと生年月日を入れます。入力し終わったら次へを押します。次へを押したら登録したメールアドレスに認証コードが届きます。そのメールに記されている認証コードを今出ている記入欄に入力をして次へを押すと完了の確認ページになりますので、書いてあることの内容を読んだら次へを押しましょう。 PlayStation アカウントと Square Enix アカウントをリンクさせるページです。このまま次へを押せばリンク完了ですが、一度リンクを設定すると解除ができないので、リンクをする PlayStation ネットワークアカウントと Square Enix アカウントが正しいかどうか、それで良いかを確認してアカウントのリンク実行を押してください。アカウントのリンク、ここは確認だけなので次へを押しましょう。登録するプレイ権の種類の選択です。フリートライアルなので FFXIVフリートライアル、PlayStation 5、PlayStation 4が出ていれば、そのまま次へを押しましょう。ファイナルファンタジー14の利用規約です。規約がいっぱいあって大変ですが、ここも目を通してご理解ご納得がいただけたら、利用規約に同意するの前にあるチェックボックスにチェックを入れて次へを押してください。
新規サービスの追加画面です。サービスアカウント、登録するプレイ券、確認事項を確認したら次へを押してください。これでファイナルファンタジー14をプレイするための手続きがすべて完了です。次へを押すとファイナルファンタジー14の世界エオルゼアへの扉が開かれます。この画面がこれから FF14 をプレイするときに開かれる画面です。通常は先ほど決めていただいたスクエアエニックス ID とパスワードを入力する必要がありますが、今回はすでにログイン状態なのでそのままプレイボタンを押してください。オープニング画面です。ゲームスタートを選択して決定ボタンを押しましょう。まずはデータセンターの選択です。 FF14 はオンラインゲームであるため、お持ちのプレイステーションとスクエアエニックスのサーバーとで情報をやり取りしながら行うゲームです。そのサーバーをどこにするかによって友達と遊べたり遊べなかったりするので慎重に選びましょう。データセンターはいくつもあるサーバーを統合するもので、サーバーが所属するグループ、班といったニュアンスで捉えるといいかもしれません。このデータセンターが違う人とは今のところ一緒に遊ぶことはできないのでご注意ください。現在のところデータセンターは8つありますが、大きく分けて北アメリカ、ヨーロッパ、日本の3つのデータセンターのグループがありますので、お住まいの地域で近いところを選ぶのがおすすめです。僕、進行の項の場合だとデータセンターはエレメンタルなので、今回はそれを選んでみたいと思います。お友達から誘われている方は、お友達と同じデータセンターにすると一緒に遊べます。データセンターに接続されると、まず始まるのはご自身が FF14 の世界で操作するキャラクターの設定です。FF14 の主人公はあなた自身。冒険者として FF14 の世界であるエオルゼアをかける分身を作り出すために OK を押して冒険を始めましょう。フリートライアルで選べる種族は大きく分けて6種類。それぞれの種族に男女の性別があるので、はじめはこの12種類の中から1つを選びます。その個性は見た目だけでなく感情表現や専用装備など細かく個性が付けられています。またキャラクタークリエーションは身長、胸囲、肌の色、髪型から目の大きさや色、声の質感まで約20種類以上の項目の中で豊富に用意されたパーツから自由に選択してご自身だけのキャラクターを生み出すことができます。今回は時間短縮のため細かく設定せずいきますが、皆さんは楽しみながら選んでみてください。生み出したキャラクターはデータ保存もすることが可能なので保存しておくことをお勧めします。次にキャラクターの誕生日や守護する神様を設定します。キャラクターに似合いそうなお好きなものを選んでみてください。そして生み出されたキャラクターがあなた自身としてエオルゼアを冒険していくわけですが、そのために必須になるのが戦いです。ここではその戦いをするクラスを決めます。クラスとは FF14 の中の職業のようなもので、ここではどんな武器やあるいはどんな魔法で進めていくのかを決めます。クラスにはそれぞれロールと呼ばれる役割があり、仲間を守る盾役のタンク、敵へのダメージを与える要の DPS、そして傷ついた仲間を癒して回復するヒーラーの3種類です。 FF14 の世界ではこのロールによって戦い方が変わってきます。タンクは剣術師と武術師で、敵の攻撃の的となって仲間を守りながら進んでいく役目です。またダンジョンなどでは仲間を先導していく役目もあります。 DPS は格闘師、槍術師、弓術師、呪術師、破術師です。とにかく敵を攻撃して大きなダメージを与え敵を倒すという役目を担っています。ヒーラーは今のところ幻術師のみです。役目としては味方の HP を回復する、戦闘不能状態から復活させる、状態異常などを治すなどがあります。はじめはどれにするか迷うかもしれませんが、冒険を進めてレベルを上げていくと他のクラスを選ぶこともできるようになるので、その時に選択しなかった他のクラスを試してみてもいいかもしれません。クラスが決まったら
先ほど決めたデータセンターの中のどのサーバーにするか決めましょう。サーバーが違ってもデータセンターが同じならお友達と一緒に遊ぶことができますが、フリーカンパニーなどゲーム内で作ることができるグループは一緒になれないなどのことがあるので、一緒に遊びたい方がいる方はその方と同じサーバーにすることをお勧めします。今回は僕、進行の子がいるラムーを選んでいきたいと思います。サーバーが決まったらキャラの名前を決めましょう。姓と名の両方を決められます。生み出したキャラクターとこれからやってくる冒険に似合うような名前をつけてあげましょう。名前の付け方はあなたのアイディア次第です。名前が決められないという方は左下のサイコロマークを選んで決定ボタンを押すと FF14 の世界にあった名前をランダムで選んでくれます。ちなみにサーバー内に同じ名前の人がいると名前を使用することができずキャラにがっかりされます。使用できる名前にして再度トライしてみてください。使用することができる名前をつけてあげるとキャラが喜び冒険に出ることができます。 OK ボタンを押して FF14 の世界に旅立ちましょう。無事 FF14 の世界に降り立ちました。ネタバレ防止のためいくつかムービーを飛ばしていますが、この世界に来ると最初に聞かれるのがゲームの操作モードです。プレイステーションでプレイする場合はコントローラー操作モードを選択するのがおすすめです。ここまで様々な説明をさせていただきましたが、ここからはゲーム内のチュートリアルに従って進めてみてください。ファイナルファンタジー14の世界では無数の楽しみがあなたを待っています。ぜひ楽しいエオルゼアライフを送ってください。最後にゲームの終了のさせ方です。コントローラーのオプションボタンを押してメインメニューの右端のシステムメニューの中にあるゲームを終了するを選んで決定ボタンを押すとゲームを終了させることができます。この他にもゲームを終了させる方法はありますが、それはご自身で冒険を進めながら見つけていってみてください。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。